グリゴリー・コスチューク、グリゴリー・シーロビチ・コスチューク1982年1月25日は、ソビエト連邦の心理学者、心理学士化、モギルの出身、1923年に、キエフ国民教育大学教育哲学科を卒業、モギルのおよびキエフで中学校教師となる、1935年ゴーリキー名称キエフ、教育大学教授に就任、 1946年、ウクライナ、共和国心理学研究所所長に就任。その後、1955年総刊の雑誌、心理学の諸問題の編集委員を務めた。理論闘争のオス、ウクライナ人であり、キエフのコスチュークと称された。子供の教育と発達との相互関係についての中で、子供の生活、彼の活動、 周りの社会的環境と彼との相互関係の中で生じた内的矛盾に注目すべきことを説いた。この指摘は解決、完結することを知らない問いとなっている。なお、この論文の公表とそれに続く約1年の討論は、1936年のソビエト連邦共産党中央委員会による児童学批判に基づく児童の知能発達研究の停滞を解き、 ビゴツキー心理学等による発達研究の再評価、再開につながった。コスチュークによる1956年の問題提起は3種類の内容を持つ。まず、子供の人格の発達における教育の意義を超えて、教授及び訓育と発達との相互関係を追求することの意義。次に、すべての現象の発達は、それぞれに、 固有の内的矛盾によって引き起こされるという弁償法的唯物論の命題に習えば子供の発達における外的環境や教育の存在意義を超えて子供の生活、活動、周囲の社会的環境と子供との相互関係の中に生じた内的矛盾の存在が子供の発達の源泉となり原動力となるということ。最後に 子供の発達を内的矛盾により引き起こされる、自己運動、自発的運動として認め、子供の自己運動を呼び起こして、ある向きに導き、子供自身の自主性や創造性を育成することに、教師の教育的指導の技術があるということ。A.B. コスチューク著、発達と教育、村山志郎、鈴木咲子、藤本拓也、明治図書出版、1982年、微骨基位著。 教育心理学講義、柴田義松、宮坂優子教訳、新読書者、2005年、柴田義松、河野敏編、資料ソビエト教育学理論と、制度新読書者、1976年、ソビエト科学、アカデミア版、ソビエト教育科学辞典、明治図書出版、1963年、P666、法訳書、発達と教育、村山志郎、 鈴木咲子、藤本拓役、明治図書出版、1982年に、上記のうち、児童における、数概念の起源についてと、概念の心理学について及び、教授イコール学習と、精神発達の相互関係のいくつかの側面を除く、4論文を収める。ありがとうございます。